こんにちは、岡崎チューブリポーターの岡崎です。今回で5回目となる大輔先生のダイエット講座ということで、高木薬局さんにやってきております。今回も元気に行ってみましょう。高木薬局流運動法1、2、なんかちょっと疲れてきました。疲れてくるでしょ、ね、10回超えてくるとね、結構しんどくなってきます。いや、もうすでに岡崎チューブ。1年で一番寒いと言われている2月、お家で毛布にくるまっていたらいつの間にか体重が増えてたなんてことも珍しくないはず。そんな時でも大輔先生のダイエット講座を聞けば安心、こうすれば痩せれるんだというのが分かっちゃいます。それでは大輔先生に登場していただきましょう。はい、漢方相談高木薬局の薬剤師高木大輔と申します。今回もよろしくお願いします。お願いいたします。今回はどんなお話をしていただけるんでしょうか。そうですね、今回はね、運動の話、運動、はい、もう家の中で誰でも簡単にできる痩せる運動の話を今日はしていこうかなと思います。はい、面白そうなお話ですね。はい、はい、それでは高木薬局大輔先生ダイエット講座第5弾誰でもできる痩せる運動編スタートです。では大輔先生、今回は第5弾ということでよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ今日のお話は、はい、まあね、皆さんダイエットっていうとね、運動しなきゃなって思われると思うんですけども、ね、ちょっとね、はい、簡単にできる効果的な高木薬局流運動法をご説明したいと思います。はい、ですね、じゃあ岡崎さん、ちょっと質問をさせていただきます。はい、今までの講座にもあったんですけども、はいはい、1日の中で痩せる時間っていうのがあるんですけど、痩せる時間、はいはい、いつだと思いますか。そうです、お腹が空いてる時とか。お、さすが、よく覚えてますね。そうなんです、空腹時間っていうのが実は脂肪が燃える時なんですよね。うんうんうん、はい、そう、だから一般的に例えば7時ね、朝ごはん、昼12時ね、夜が例えば7時ぐらいだとすると、はい、うん、まあ、9時か10時、ね、2時から4時か5時ぐらいかな、うん、あと夜だと、ね、はい、20時、21時以降、ね、お腹空いた時間っていうのが実はね、脂肪が燃えてる時なんですよね。うん、はい、だから体を動かすとした時は、はい、そこでやってもらう。空腹時間にってことですか。空腹時間によし動くぞっていうのをやってもらうってことがね、とっても大事なんですよね。なかなかでも空腹時間にこう動こうってならないですね。はい、そうなんです。そこがね、ちょっとね、はい、皆さんまったりしてるところだと思うので、うんうん、あれなんですけども、はい、じゃあですね、一番簡単な運動って何だと思いますか。一番簡単な運動、はい、え、なんだろう。簡単、本当に簡単なんですけどね、うん、立ったり座ったりとか。素晴らしい、そうなんです。まあ、アメリカの大学の研究でもあるんですけども、太った人たちとね、痩せてる人たちをモニタリングしたら、やっぱ太ってる人たちは座ってる時間が非常に長いそうなんですね。うん、そう、だから逆に言うとね、座らないことっていうのがね、座らないとっても大事なんですよね。はい、と言ってもね、はい、こう高木薬局でね、運動の話をしてもね、なかなか皆さんやっていただけない。まあ、そうですよね。そうなんですね、なかなか皆さんね、運動っていうのがね、できないんですよね。で、なんで運動ができないのかっていうと、はい、運動っていうのは、はい、実はですね、まずこう時間がないとできない。確かに。そう、時間がないとできないね。はい、あと次に精神的なゆとりがないとできない。確かに、それもそうですね。そうなんですね。はい、最後に健康じゃないとできない。あ、はい、そう、この3つがね、整わないとできないんですよ。なかなかハードルが。そうなんです。なかなか働いてる人なんかね、時間がなくて運動できないとかね。確かに確かに、うん、お年の方だとね、ちょっと腰が痛いから運動できないとか、うんうん、どうしてもね、そこがハードルが上がっちゃうんですよね。うん、そうですね。で、高木薬局でね、はい、お伝えしてることで、まずね、家の中で何かできないか、うんうん、ってことを考えました。はいはい、なるべく短時間で、ね、短時間で、はい、はい、大事ですね。そうなんです、ね。はい、運動のコツってのはね、何かっていうと、はい、長い時間を一生懸命やるんじゃなくて、短い時間をね、うん、毎日ね、コツコツね、同じ時間に習慣化していくってことがとっても大事だと思います。習慣化、そうですね。はい、じゃあ高木薬局でお伝えしてる運動なんですけども、はい、もうこれ決めてます、お客様に。はい、はい、
ではまずですね、高木薬局流ね、ダイエットの運動コツですけど、はい、10回まずね、スクワット。スクワット、あまり難しく考えないでください。はい、屈伸みたいな形でもいいので、10回スクワットいきます。スクワット。はい。はい、1、2、9、10ね。10。はい。で、次にですね、まあそうですね、音楽、ね。まあどうでしょう、YouTube でもいいのかな。はい。用意してもらって、ですね、360歩のマッチ、ね。ほう。はい。ちょっと夏メロですけどね。はい。で、これでね、足踏みするんです、ここで。はい。はい。いいですね。そうね、これ踏むんですね。で、これはきっかけがあって、はい、家の中で簡単にできる、効果的なね、カロリーを使う運動ってなんかないかなって探してたら、踏み台昇降があったんですよ。ああ、踏み台昇降、うん。はいはい。で、踏み台昇降をね、はい、もしみんなでやろうってやってたんですけど、はい、やっぱね、ご年配の方も多いのでね、はい、そうするとね、踏み台昇降だとしんどいって方が多くて、だったら足踏みでいいだろう。ってことで、足踏みから入ったんです。なるほど。360歩のマーチでやるとね、楽しくできるよってことで。で、始めたが、ね、歌に合わせて始めると、結構、ね、楽しくできるで、はい。そうですね。リズムに乗って、はい、いい感じにできますね。はい、で、筋トレをね、教えてくれる人が、はいね、じゃあ、有酸素運動をやる前に、ね、筋トレやった方が効果あるから、はいうん、じゃあどんなのがいいんですかって言ったら、はい、スクワットかなってことでね。ああ、なるほど。はい。なんかちょっと疲れてきました。疲れてくるでしょ。ね、日頃歩いてないのがよくわかりますよね。そうですね、本当に。で、これをお腹が空いた時間にやるんです。はい、わあ、しんどいな。はい。で、僕はね、これは、ですね、家に帰ってね、お腹空いた、ね、はい、8時半とか21時にやりましょうって言ってます。うんうん、はあ。うん、なるほど。ね。で、毎日、ね、一回はね、効果出ないんですけど、はい、毎日毎日やってるとね、少しずつ効果出てきますよ、これ。はい。はい、毎日継続してやるのが大事ってことですね。はい。で、歌をね、こう変えてみるね。はい、うんうん。うん。あ、この自分の好きな歌ね、ね、うんうん、合わせてやってみるね。うん。僕の見た中だと、チューチュートレインとかでね、結構うまくできますしね。はい。そうですね。いいですね。ダンシングヒーローとかね。ああ、はい、テンション上がりそう。結構ね、スピード速くなってね。だから、うんうん、曲を変えてみると結構面白いですよ。へ、はい、うん、そう。誰でもできるでしょ。そうですね。で、家の中でもできるしね。確かに確かに。そう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 。こう広い場所がなくても大丈夫ですもんね。そうです、うん。そう。その後にお風呂入るとさらに立ち上がります。はい、なるほど。筋トレからの足踏みからのお風呂ですね。はい、はいはい、あ、ね、終わった、はい、終わった。もう一つね、はい、運動あります。はい、これね、お風呂でやると効果的。お風呂で、はい、ちょっとこれ持ってもらって、はい、タオルをこうやってね、こうやって後ろに背負う感じで、はい、で、このまま、はい、上に上げる。はいはいはい、これをね、お風呂の中でやるんです。お風呂の中で、はい、はい、でね、これ、はい、ね、10回超えてくるとね、結構しんどくなってきます。いや、もうすでに結構きてます。はい、8、これをね、30回やるんです。30回もやるんだ。はい、で、この結構きついですね。はい、で、この肩甲骨周り、背中の筋肉っていうのはとっても大きな筋肉なんですよね。うん、うんうん、だけど今ってなかなかその背中の筋肉を使うことがなくなってしまってると。はあ、うん、だからこの背中の筋肉をこう活性化させるってことが大事。で、実はですね、脂肪を食べてくれるね、脂肪っていうのがあります。はい、そんなのがあるんですか。はい、それをね、褐色脂肪細胞って言うんですけども、はい、それが集まってる場所が実は背中に多いんですよね。へえ、そうなんだ。そうなんです。だから背中をしっかりと動かしてあげると、はい、代謝も自然に上がる。へー。で、お風呂の中でやると、ね、はい、体温も上がってくるので、うんうん、さらに効果がアップするってことですね。もうかなりしんどいですね。あと5回頑張りましょう。1、数忘れちゃいましたけど。3、はい、4、はい、5ですね。はい。あー、疲れた。疲れたですね。結構来るでしょ。結構来ましたね。そうなんです。うん、はい。お風呂の中でね、1回やるってね、やっぱし何かのついでにやるっていうのをこうね、やっとくといいです。
うん、なかなかねわざわざできませんからね。確かに、うん、帰ってきてね、あのお風呂に入る前にさっきのような体操をやるね、お風呂に入ってからこうやるっていう風にこう決め事のようにしておくってことが、はい、運動とても大事じゃないかなと思いますね。はい、なるほど、そうですね、はいはい、いやなんかすごい体が温まった感じがします。うん、ね、こう、微差が大差、少しね、小さなことでもね、こう、続けていくことが、大きな差に変わってきますので、はい、うん、今年ね、まだ、2月、3月、4月、うん、ありますのでね、一生懸命ね、習慣にしていっていただければ、そうですね、必ずね、何ヶ月後かにはね、はい、自分に変わると思いますのでね、はい、ぜひぜひ、お試しいただければと思います。はい。今からやって夏までに痩せたいと思います。はい頑張ってください。頑張ります。岡崎チューブ高木薬局さんのお隣にはですね、 B ルームという施設がありまして、エステの施術ルームなんですけれども、なんとそちらにすごい機械が入ったというお話を聞きまして、ちょっと案内していただいてもよろしいですか。はい、高木薬局社運をかけた機械入りましたので、はい、ぜひご紹介させていただきます。はい、お願いします。はい、じゃあこちらの方ですね。はい、はい、B ルーム高木薬局の本当に真横にあります。はい、はい、岡崎の小文字横丁の一角なんですけども、はい、どうぞ。はい、はい、こちらになります。おお、なんかすごそうな、はい、そのまま、ドドンパライフドドンパライフ、はいはい、ドドンパと呼んでます。なんかどっかで聞いたことあるような。そうですね、うん、はい、ここにね、筋未来型音波振動運動器ですね。だから運動をしたのと同じ効果が、はい、うん、というね、そういう代物でございます。どうやって使うんですか。はい、じゃあ岡崎さん、はい、モニターになっていただいていいですか。いいんですか。はい、はい、じゃあちょっと失礼します。はい、本当に簡単なんですよ。はい、靴を脱いでそこに乗っていただくだけです。はい、そんな感じですね、はい、うん、あ、すごい、めちゃめちゃ震えてます。あ、すごい、わかりますか、震えてるの、声が震えてますよね。あ、すごい振動です。おー、よくねこういうので見ると、はい、ブルブルマシン、うん、っていうのをね、あ、同じじゃないのって言われるんですけども、はい、これは音波の力で震える。だからブルブルマシンはこういう風にね、こういう地震のね体験器みたいな形になるんですけども、これはそうじゃなくてね、はい、音波でこう震えてるので、体の細胞から震えるそうです。すごい、なんかどんどん振動の種類が変わっていきます、はい、でパンフレットで、ね、こう見ますと、ね、リンパの流れが良くなったりだとか、あとその、まあ、運動したのとね同じ作用が出てくるということで、結構ね皆さんやってもらうんですけども、10分間、はい、10分やっただけで9キロ、ね、歩いたのと同じ効果らしいですよ。そうなんですか、すごい。でも確かにこれ10分間乗ってたら結構消費しそうなぐらい振動してますね。ですのでね、ちょっと体の中になんか溜まってる方だとか、はい、運動不足の方だとか、うん、あとね、あ、自分ちょっと代謝が悪いなって感じてる方、はい、うん、そういう方にね乗っていただくように。 あとはですね、運動が嫌いでね、ズボラな方、これちょっとお家に欲しいですね。結構ねこれ欲しいんだけどってね、はい、言われる方多いです。やっぱり、はい、一応ですね、高木薬局にね、ダイエットやってる方じゃないとできないのっていうね、はい、いただくんですけども、そうじゃなくてね、1回500円で、はい、はい、体感できます、10分で。へー、うん、ですのでね、お店に来ていただいて、はい、ね、岡崎チューブ見たけどちょっとやってみたいのっていう方はね、どうぞ気楽にどうぞ。あ、いいんですね、いつでも誰でも来ていいということですね、はい、そうですね、大丈夫ですよ。はい、皆さんもぜひ体験してきてください。すごいです。岡崎チューブ。
大輔先生、岡崎チューブを見たで何か特典がありますか？はい、かなり好評いただいております。あの激痩せ応援茶というのがございます。これを飲んでおくと40分間糖分の、吸収をカットするというね、とっても便利なお茶になります。岡崎チューブを見たって言っていただいた方にはね、あのこれをね10回分サービスさせていただきますので、はい、ありがとうございます、はい、ぜひぜひご活用いただければと思います。はい、はい、大輔先生、今回もありがとうございました。ありがとうございました。岡崎チューブでは飲食店様や企業様からの取材のご依頼も募集しております。ホームページの方からお問い合わせができますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。でブログの方では動画にはなっていないお店の情報などが載っておりますので、ぜひそちらの方もご覧ください。ではよかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。ではまた次回の講座でお会いしましょう。岡崎と高木大輔でした。はい、ではまた。岡崎チューブは岡崎求人.comの提供でお送りしました。